第22章資本主義から社会主義への過渡期の主要な経済的任務。労働者階級が権力を取るのは資本主義の一層と社会主義の建設のために自らの政治支配を利用するためである。だが社会主義を建設することは経済の根本的改造なしには不可能である。だから社会主義が資本主義社会の懐から出来上がった形で現れることなど決してありえない。このような改造の途上にある任務は極めて複雑である。過去にあった諸々の革命とは違い、社会主義革命は搾取制度の一つの形態を他の形態に取り替えるためではなく、人間による人間の搾取を一切一掃するために行われる。したがって社会主義的生産様式はこれまでの全ての生産様式とは違い、一人でに自然発生的に古い社会の内部で出来上がることはありえない。それを作り出すためには権力について労働者階級とその同盟者の意識的な、そして目的を定めた努力が必要である。どんな国の生活においても経済の社会主義的改造は特別の過渡期を必要とする。その国で社会主義の物質的前提が全て完全に成熟していても、その国で社会主義が最も有利な内外の条件のもとに建設される場合にも、過渡期を飛び越えたりこれなしで済ませたりすることはできない。しかし過渡期の必要性は全ての国にとって義務的な一般的合法則性ではあるが、それぞれの国で過渡期は大きな特殊性を持つことができる。例えば我々が後に見るように、過渡期の経済的任務を果たす上での最も重要な条件をなす社会主義的工業化は、高度に発展した国ではかなり小さな努力しか必要としない。農業並びに中小資本化の企業などの社会主義的改造の形態と速度は様々であり得る。最後に、過渡期における勤労者の福祉の状態にも大きな差異が見られる。それは当然のことである。プロレタリアートの独裁は、最も早くまた最も経済的な方法によって経済の発展を保障することができる。それは財貨の分配における社会的不公正を一掃する。だがそれはあり余るほど豊かな状態を一見に作り出すことはできない。常に物質的財貨の生産の歴史的に出来上がった水準から出発しなければならない。過去から受け継いだ国と国との間の差異は長い間保持される。そこでこれらの差異がそれぞれの国での社会主義建設に、また若い社会主義社会にもある程度は独自の特徴を必ず与えるはずであるということは明らかである。しかし歴史的経験は社会主義は至るところで既に最初の数歩から資本主義に対する極めて大きな優越性を保障できることを示した。なるほど、歴史の成り行きでは社会主義の道に初めて立ったのは主として中開発国あるいは低開発国であった。反動的な理論家や宣伝家は自分の思惑のためにこのことを急いで利用している。例えば数年にわたる戦争で破壊され、また過去には比較的遅れていたポーランドと、戦火を一切免れ工業の点で高度に発展しているスウェーデンとの生活水準を比較して、社会主義を恥ずかしめることほどたやすいことが他にありえようか。しかしこのような思惑は長い間持ちこたえることができない。まして社会主義諸国の急速な発展の結果、世界社会主義が他人の古い社会から受け継いだ基礎の上にではなく、自分自身の基礎の上に立って資本主義と競争し始める時が近づいているだけになおさらである。しかしこのような本来的に社会主義的な基礎はどのようにして作り出されるか、あるいは言葉を変えて言えば、プロレタリアートの独裁の過渡期にはどんな主要な経済的任務、したがってまた社会的任務の解決が成し遂げられるか。1、労働者階級の権力は何から始めるか。経済の分野では過渡期における主要なものは生産主体の社会化、社会主義部分の急速な発展、この基礎に立っての新しい社会主義的生産関係の組織である。経済の分野での改造が始まる最初の行為は資本主義的大規模生産の国有化である。大工業、運輸、銀行の国有化、もちろんブルジョワジーは社会主義的国有化を不法行為、強奪として描く。実際にこれはマルクスが極めて正当にも収奪者の収奪と呼んだ全く公正な措置である。資本主義的大規模所有は農民から土地を奪い、手工業者を没落させ、植民地を略奪し、国庫を利用することによって数百万の人々を全く容赦もなく略奪した結果生まれたものである。資本家の富は常に労働者階級の労働を犠牲にして、また生産者の没落を犠牲にして増大する。したがって社会主義革命は人民の労働によって作り出され、正当に勤労者に属するものを全人民的財産にする場合、それは公正を復活させるだけなのである。社会主義的国有化の目的はブルジョワジーの経済力を掘り崩し、国民経済の中枢をプロレタリア国家の手に移すことによって、
新しい生産様式の基礎をことである。すでに歴史が確証したように、国有化の形態と方法はそれぞれの国で大きく相違しうる。主要生産手段の社会主義的国有化を初めて実現したのはロシアの労働者階級である。国有化に取り掛かる前にソビエト権力が労働者統制を実施した。生産、商業、金融は労働者及び職員の集団の統制下に置かれた。ブルジョアジーは労働者統制の樹立と経済規制措置に対してサボタージュと激しい闘争でもっと答えた。このためソビエト政府はごく短期間に国有化を実施することを余儀なくされた。1917年12月に銀行が国有化され、ついで鉄道、通信手段、海洋及び河川、船舶並びに個々の工業企業が国有化された。1918年6月に全工業部門の大企業と市営鉄道の国有化が宣言された。国有化は没収の方法で、つまり何らの保証なしに行われた。ヨーロッパの人民民主主義諸国では同じ過程がやや異なった仕方で進んだ。人民民主主義政府は最初のうちは戦犯やドイツファシズムに協力した祖国反逆者に帰属する企業だけを国有化した。その他の企業の国有化はその後になってビルジョア人の反社会主義陰謀への返答として行われた。著しい特殊性を持っていたのは中華人民共和国での国有化である。中国の人民政府は初めのうちはブルジョア人上層部の売便官僚に属していた重工業企業を国有化し、大銀行と鉄道を手中に収め、外国貿易と外貨操作に統制を加えるだけに限った。しかし国有化は解放戦争と人民革命の過程で労働者階級と協力した中国民族ビルジョア人のかなりの層の所有には触れなかった。社会主義的国有化がどのように行われるにせよ、それは常に社会のわずかな少数者の利益にだけに抵触するのであって、同時に社会の圧倒的大多数の利益にはかなっている。資本主義の発展は生産手段に対する所有をますます小さな一握りの大資本家の手に集めつつ、それ自体がその合法的な所有者、社会に苦しみなしに移されるための条件を準備するのである。現代の条件は国有化の新しい形態と方法の利用をありそうなことにしている。第22回大会採択のソ連邦共産党綱領はこの問題を理論的に検討して次のように述べている。社会主義勢力がますます成長し、労働運動が強くなり、資本主義の地位が弱くなりつつある条件の下では、いくつかの国でマルクスとレーニンが予見したように、ブルジョア人にとっては彼らの所有する基本的な生産手段の買い戻しに同意することが有利となり、プロレタリアートにとってはそれを買い取ることが有利となるような情勢が生じる可能性がある。しかしどのような条件下でも社会主義的国有化は商工業化や商商人、手工業者の所有には触れない。逆に勝利した労働者階級の国家は初めのうちは原料や信用や注文によって彼らを援助さえし、その後の改造の過程で彼らが新しい社会で然るべき地位を占めることができるための条件を作り出す。グルジアでソビエト権力が樹立された直後の1921年3月、グルジアの共産主義者への手紙の中でレーニンは商商人について次のように書いている。無関外に彼らを国有化してはならないばかりか、彼らの状態を改善し、彼らに商商業を営む可能性を残しておくためでさえあれば、いくらかの譲歩にさえ応じなければならないことを理解する必要がある。発展した資本主義国では資本主義大企業の国有化に対して小株式所有者の利益が考慮されることは確かである。そのことは少額の賃貸料、保険証書の所有者などについても言える。このように社会主義的国有化は社会主義革命がどんな国で行われようとも、この革命の一般的な無条件に必要な任務の一つである。資本主義的大規模生産は勤労者の国家による国有化によって初めて社会主義的生産に改造されるのである。こうして国民経済の社会主義部分の土台、新しい生産様式の土台が作り出される。この社会主義部分に依拠して労働者階級は社会の全経済生活の改造に取り掛かることができるようになる。大都市所有の没収、他の勤労者と同盟して権力を握った労働者階級が一掃しなければならないのは資本主義的関係だけではない。多くの国の労働者階級は封建的異物にも突き当たるのである。このことは何よりもまず農民の耕す土地のかなりの部分が大地主の所有となっている低開発国、特に植民地や従属国について言える。しかし封建制の異物は何らかの形で資本主義が発展した多くの国々にも残っている。
これらの国々のブルジョワジーは自ら土地を持っており、大所有者の土地独占のような社会的進歩の最大の障害を取り除こうとはしない。したがって大都市所有、封建的所有であっても諸本主義的所有であっても同じである。がある全ての国で最初の任務は大土地所有の没収である。1917年に至るまで地主が支配階級の一つであったロシアでは、この任務は特に急を要するものになっていた。したがって一切の買取金なしの地主的所有の没収はプロレタリアートの権力の最初の重要な行為の一つであった。1917年10月26日西暦11月8日に第2回全ロシアソビエト大会の採択した土地に関する布告は、全ての土地を全人民の財産に変えた。これは地主階級の存在を終わらせただけでなく、ブルジョワジーの経済力をもひどく掘り崩した。それとともに労働者階級と農民との同盟は強化し、農村の広範な勤労大衆は自分たちの運命をソビエト権力と固く結びつけた。ロシアでは全ての土地の私的所有が廃止された。これは具体的歴史的条件によって生じたものである。ロシアでは私的所有、土地所有の伝統が西ヨーロッパよりも弱かった。長い間ロシアの農村では農民の分有地の定期的再配分を伴う共同体的土地所有が支配的であった。農民の意識の中では土地は主のないもの、神のものであり、土地の生んだものはそこで働く者に属するべきだとの考えが確立していた。したがって大多数の農民は私的土地所有廃止の要求を支持した。ヨーロッパの大多数の人民民主主義諸国では事情がこれと異なっていた。これらの国々では私的土地所有の伝統が強く、土地国有化のスローガンに農民は疑いを抱いていた。全ての土地を国有化したら労働者階級と農民との関係を難しくするだけであったろう。したがって人民国家は大都市所有だけを国有化するにとどまった。没収された土地の大部分は農業労働者、貧農、部分的には中農に10年から20年の年譜の安い価格で、だが大部分は無償で引き渡された。土地は私的所有のままであったが、その処分は制限された。すなわちその売り渡し、特別の場合を除いて貸借、分割、贈与、つまり土地を搾取や投機的金儲けの手段に変えるのに役立つ一切のことが禁止された。分配された土地の広さもまた自らの労働によって利用できる程度のものであった。都市改革によってできた経営の面積は概して5ヘクタールを超えず、ある場合にのみ10から15ヘクタールに達した。ロシアでも人民民主主義諸国でも大土地所有者の所有の没収は新しい権力の政治的強化にとって極めて大きな意義を持っていた。どこでも大都市所有が反動の拠点として役立ち、地主階級が反革命の根幹の役割を演ずることは歴史によって周知のところである。大都市所有の没収は資本主義的関係の基礎を掘り崩すものでない以上、それ自体としてはまだ社会主義的措置ではない。一連の国々では地主の土地の没収はすでに18世紀および19世紀のブルジョア革命の過程で実施されており、それは農業における資本主義のより急速な発展を促しただけであった。しかし権力が勤労者の手にあるという条件の下では、大都市所有の一掃はその後の社会主義的改造を実施するための重要な前提となるのである。権力獲得直後に勤労者は何を手に入れるか。社会主義革命は生産力の嵐のような発展の時代を切り開くだけでなく、社会が自由に処分する物質的財価を勤労者の利益になるように再分配させる。ただこのことだけで直ちに労働者と農民には目に見えた成果が与えられる。受け取る財価の量は革命権力の願望以下によってではなく、具体的可能性の以下によって左右されることは言うまでもない。国が豊かであればあるほど、達成された生産力の発展水準が高ければ高いほど、革命後直ちに勤労者が受け取る財価はそれだけ多い。10月社会主義革命直前のロシアは荒廃した国であったが、それにもかかわらず労働者と農民は極めて困難な条件でありながらも革命直後に現実的な恵みを受け取った。8時間労働日が実際に実行され、こうして数十年の間労働者が闘争目標にしてきたものが達成された。未成年者の労働日は6時間に制限され、労働保護が実施され、激しい作業に婦人労働を利用することは禁止された。これまで労働日がヨーロッパで最も長かったロシアにとって、これは重要な成果であった。8時間労働日は、革命後、ヨーロッパのすべての人民民主主義諸国でも制定された。より高度な生産力発展水準を達成した資本主義諸国では、独占資本の権力を倒した後、さらにもっと短い労働日に移行するだけでなく、
すべての勤労者の生活水準をたちまち急速に引き上げることが十分にできるであろう。勤労者の国家は直ちに年次有給休暇を実施する。サナトリウムや保養所は人民の手に移され、働く人々は無料ないし割引値段の切符をもらってそこで休暇を過ごす。すべての医療施設は無料になる。体育とスポーツは生活に心配なくブラブラ暮らしている人々の特権でなくなり、大衆的レクリエーションの手段となる。社会主義革命は偉大な文化革命の基礎を据える。初等学校だけでなく中等学校の普通義務教育がだんだんと実施される。高等学校の教育も無料になる。それどころか大多数の学生は国家の奨学金の保障を受ける。婦人の地位の不平等な状態はなくなる。婦人は同一労働に対して男子と同等の賃金をもらうだけでなく、経済、文化、政治、生活の全ての分野で完全に同権となる。労働者国家は家内労働に奴隷的に縛り付けられている状態から婦人を徐々に解放するために、発達した児童施設網や共同給養施設網を設けることをすぐにも始める。労働者国家は失業の一層のために断固とした効果的な措置を取り、歴史的に最も短い時期に完全就業を達成する。資本主義の下で労働者を一生涯追いかける明日の不安はついに消え去る。勤労者は失業保険への払い込み金や陰鬱な失業の日々に備えていつも金を貯めなければならない状態から解放される。これと関連して社会保険制度は違った意味を持ってくる。労働者国家では社会保険制度は養老年金と一時労働不能補助金を保障する。このために必要な資金は企業の払い込み金と国家予算による控除金から作られる。勤労者は抑圧され侮辱される立場を脱する。彼らは資本家の生産の労働から追放される自由を失う。初めて社会は労働者の人間的権利を尊敬し重きを置くのである。社会主義革命は勤労者の住宅条件を変える。ロシアでは数百万の労働者が地下室や屋根裏部屋からブルジョワの家へ引っ越した。ヨーロッパとアジアの国々での人民民主主義革命の結果としても住宅ファンドが再配分された。革命後家賃は急激に引き下げられ、値上げは法律で禁止されている。労働者家族の家計の中で住居費は以前には賃金の 15-30% を占めていたが、今は 4-5% に過ぎない。多くの人民民主主義諸国の労働者は 2-3 年後にはもう物質的状態の大幅な改善を身をもって感じた。労働者家族の家計は実質賃金の増大の結果としても大きくなる。農民もまた直ちに革命の優れた結果を見る。10月革命はかつて地主、資本家、皇族、修道院、教会に属していた1億5000万ヘクタール以上の土地を無償で農民に譲り渡した。その他農民は革命前に地主から手に入れた土地のための債務の支払いや重い小作料や巨額の土地買取費から解放された。人民民主主義諸国では土地改革の結果、農民はまた追加の土地をも手に入れ、借金奴隷の状態から解放された。この親土地を持たない農民の長い間の夢は叶えられ、彼らは富農や地主の土地でなく自分の土地を耕すようになった。その他社会主義を建設している全ての国では勤労者にかけられる税金が急激に削減され、租税負担の再配分が行われている。2、多くの経済制度がある状態をなくしていく道。過渡期経済の際立った特徴は多くの経済制度があるということである。どの国でも労働者階級は権力につくと直ちに必ずこの状態にぶつかる。したがって過渡期における党と労働者国家の最も重要な経済的および政治的任務は多くの経済制度があるというこの状態をなくすことである。過渡期の3つの基本的経済制度、革命の勝利の後の初期には通常3つの経済制度、すなわち社会主義、小商品生産、私経営的資本主義が特徴的である。これらの経済制度に労働者階級、農民、打倒されたがまだ姿を消していないブルジョワジーの諸階級が対応している。社会主義部分の比重は初めはその国で国有化された資本主義的大規模生産の発展の程度によって規定される。例えばソ連邦では1923年から24年度に社会化部分で生産された生産高は国民経済総生産高の 38.5% であり、1949年の中国では 34.7% であった。チェコスロバキアのような工業的に発展した国では大工業の国有化はすぐに国営部分を支配的部分にした。
すでに1945年10月に国家の手には工業企業の約 60% と全ての銀行が集められていた。チェコスロバキアではその後の社会主義的改造のための条件が一層有利であったのは全く当然である。小商品経済制度は主に農民経営並びに手工業者、家内工業者、賃労働を利用しないその他の商生産者によって代表される。ソ連邦では1923から24年度にはこの経済制度が優勢であって国民経済総生産高の 51% を生産した。中国の経済ではこの経済制度はさらに大きな役割を果たした。高度に発展した資本主義諸国では小商品生産の比重は比較的小さい。過渡期の経済制度の一つとしての私経営的資本主義は基本的には都市のブルジョワジュに属する小中工業企業及び農村の富農経営からなる。ソ連邦では1923年から24年度に私経営的経済制度は国民経済総生産高の 8.9% を生産した。中国及びヨーロッパの一部の人民民主主義諸国では初めのうち愛国的傾向のブルジョワジーの所有が国有化を適用されなかったため資本主義部分はかなりの大きさを占めていた。生産手段の私的所有に基づく経済形態である資本主義と小商品生産が存在している限り国内における資本主義の根、資本主義再興のための条件も保持されている。つまり階級闘争のための私的所有者の階級及び分子の側からする社会主義的改造政策への反抗のための地盤も残っているのである。これらの階級や分子が外部からの支持を受けた場合には資本主義的関係が復活される危険もまた生ずるのである。政治的方策、プロレタリア国家の強化、反革命政党の解放解散、その他だけではこの脅威を取り除くことはできない。誰が誰をの問題を社会主義に有利に最終的に解決するためには根本的な経済的方策、私的所有者的経済制度を社会主義的経済制度に改造することが必要である。しかし多くの経済制度がある状態をなくすることは騎兵隊の攻撃の流儀では指令や命令では行うことのできない非常に複雑な事業である。階級の力関係、相互間の闘争の先鋭化は何よりもまず多くの経済制度の一層の過程をどういう方法で進めどういう機関に完成させるかによって決まることである。プロレタリア国家は何に従うかという第一の主要な点は新しい権力の立場を強化することの利益、新しい体制を固めることの利益ということである。例えば階級闘争が激しく資本主義分子の反抗が活発な情勢の下では階級的の経済的立場を一層早く掘り崩すためにプロレタリアートの独裁は多数経済制度の一層の過程を早めなければならないことがあるのは明らかである。同時にこの事業では経済的交流もまた大きな役割を果たす。過渡期の大部分の情勢は私経営的経済制度を味方につけることなしにはプロレタリア国家は少しの間も社会の全欲求を充足することができないというようになっている。小農民経営は農産物のかなりの部分を生産しており軽工業、商業、サービス部門の多くの企業は私人の手にある。一般によかれあしかれ小生産者が果たしている役割を国家はその活動の最初の数歩から引き受けることはできない。つまり経済的なまた政治的な困難を避けるためには他の経済部分をなくすことについて何らかの程度は経済的に準備しなければならないのである。社会主義部分の勝利は従ってまた新しい体制の立場の強化は社会主義が他の経済制度を経済的手段によって駆逐する場合に強固なものになりうるのである。しかしどんな条件のものでも過渡期のプロレタリア国家の前には次のような問題が提起される。すなわちどのような方法や方式で小商品経済制度と私的資本主義的経済制度を社会主義建設の利益に従属させこれらを次第に社会主義部分に改造するかの問題である。ソ連邦と人民民主主義諸国における社会主義建設の工程でこのような方法や方式で見出され実践で試された。この面で蓄えられた経験はその場限りでない一般的な意義を持っている。そこでの主要な点は社会主義部分を強化し発展させるため私的資本主義的分子を経済的に駆逐するために市場関係を大胆に利用することである。プロレタリア国家がこのような関係を発展させるための手を打つのは小商品生産はこれとは別の型の経済的結びつきを受け入れないからである。実践が示したようにプロレタリアートの独裁の国家は大胆に市場関係の発展を進めることができる。その手には国民経済の決定的諸部門重工業、軽工業の大企業、運輸、銀行、
外国貿易が集められているのである。他のすべての経済制度は国営部分から機械や原料や動力を手に入れ、これに完成品を売っており、さまざまに国営部分に依存している。このため労働者国家は経済的テクを使って他の部分の事態を統制し、それらの発展を自らにとって望ましい方向に向けることができる。もちろんプロレタリア国家が一層強力な工業的基礎を持つようになればなるほど、国家の手にある市場の統制と規制のための可能性はそれだけ大きくなり、したがって国家はいよいよ大胆に市場的結びつきの強要を進めることができる。だからといって激烈な階級闘争という情勢の下ではプロレタリアートの独裁が行政的規制的措置を取るのをやめるというわけではない。実践の上では普通プロレタリアートの独裁の国民経済指導は経済的方策と政治的方策の両方からなり、その2つが補いながら一緒になってプロレタリア国家の経済政策と呼ばれるものを構成するのである。都市と農村との経済的結合の組織。過渡期の最も困難な経済的任務はバラバラな細分された商商品経済を社会化することである。この経済制度を社会主義的に作り変える上での困難は、商商品生産がプロレタリア国家の直接的規制を最も受けにくいということによるものである。主要なことは農民が労働者階級の基本的同盟者であり、これに対して勤労者の国家はどんな集団措置をも取れないだけでなく、逆にこれとの固い経済的結びつきの樹立に関心を持っているという点である。このような結びつきなしには、周知のように新体制の基礎をなす労働者階級と農民との政治的同盟を強化することは不可能である。レーニンが何度となく指摘したように、最も正しい政策は穀物及び原料と引き換えに農村の必要とする社会主義的大工場の全ての生産物を農村に与えることにある。割り当て撤廃や租税ではなく、農民の生産物と社会化された大工業の製品との交換、これが社会主義の経済的本質であり、その土台であるとレーニンは述べた。ロシア、ただ一国で社会主義建設を行わなければならなかった農民国、経済的に遅れた国では、プロレタリアートの独裁の経済政策は特殊性を持っていた。すでに1918年の春にレーニンは農民経済との市場的結びつきの樹立を目指す経済政策の基礎を作り上げたが、内戦と外国の干渉は我が国を包囲された要塞の状態に置き、ソビエト権力にいわゆる戦時共産主義政策に移ることを余儀なくさせた。自由商業を禁止された。基本的な食料品及び工業製品は厳格に定められた基準に従って、しかも階級別原則に従って住民に渡された。農村からは食料徴発制によって、これまた階級別原則に従って、つまり貧農からは何も、中農からは中くらい、富農からは多くという原則に従って一切の余剰が取り上げられた。工業は完全に中央集権化され、全く戦線の必要に従属した。企業は貨幣計算なしに命令書によって国家機関から原料、資材、設備などを受け取り、生産した全ての生産物を国家機関に引き渡した。貨幣はちょっとでも重要な役割を果たすことをやめた。経済生活は純粋に行政的な措置によって規制された。戦時共産主義は内戦の異常なまでに困難な条件によって押し付けられた政策であった。それはロシアの当時の乏しい資源を敵に対する勝利のために動員するのを助けた。そしてここにこの政策の見逃せない意義がある。レーニンが書いているように、この政策は自らの歴史的課題を果たしたのであった。しかし戦時共産主義は農民との経済的結合を強化するという任務に対応する政策ではなかったし、またありえなかった。条件が変わるや否や、プロレタリアートの独裁は新経済政策ネップに移行した。この政策は戦時共産主義に対してのみ新しく、実際には基本的に言ってすでに1918年初めにレーニンがその本質を定式化した政策に他ならなかったにもかかわらず、この政策はそのような名称のもとに歴史に登場したのである。新経済政策が取り入れられるとともに、私的商業が許された。農民は自分たちの生産物の余剰を市場で売り始めた。資本家は小売商業も卸商業も行うことを認められた。私的資本は小規模の工業企業を開設することを許され、さらには国営企業の一部が民間に払い下げられて資本家に賃貸された。社会主義部分の企業は経済計算性に移った。それらの企業への原料の供給とそれらの生産物の販売とは、
売買を通じて行われるようになった。切符による住民の供給制度は発展した商業に変えられた。レーニンは個人経営者を駆逐し、私的商業を国営商業及び協同組合商業によって取り替えるために、商業のやり方を学ぶよう共産主義者に呼びかけた。もちろん市場関係の復活は、資本主義分子の一時的活発化をもたらさざるを得なかった。富農が再び頭をもたげてきた。富農は貸借によって自分たちの利用できる土地面積を広げ始め、富農の労働を利用するようになった。富んだ農村上層部の手には多量の穀物予備が蓄えられ始めた。革命後の初期に農村の中農化にとって変わられた農村の階層文化は再び復活した。プロレタリア国家はこれら全ての家庭に無関心でいることはできなかった。富農が大きな力を集めたなら、社会主義建設にとって重大な危険となるであろう。したがって農民との経済的結合の政策は、農村における資本主義分子の制限のための措置を伴った。国家は貧農と中農に対して、その経営の復興に援助を与えることに努めた。彼らには特典付きの信用が提供され、賃貸所を通じて、機械や器具による援助などが与えられた。一方、富農に対しては制限政策が取られた。土地の貸借と労働力の雇用は厳しい枠の中に置かれ、富農の労働は法律によって規制され、富農経営には効率な課税が制定された。ロシアのような国では、労働者階級と農民との同盟に関する問題は、社会主義の運命にとって決定的なものであった。この問題をめぐって極めて激しい階級闘争が行われ、それが党内にも反映したことは怪しむに足りない。トロツキー主義者は農民の二重性を否定し、農民を社会主義建設に参加することのできない、全く反動的な大衆として描いた。彼らは工業の建設のために故意に農民を没落させ、これを搾取することを意味する政策を党に押し付けた。このような政策はプロレタリアートの独裁の崩壊を意味したであろう。右翼非営利主義者、ブファリン主義者もまた、本質的に農民の二重性を否定し、富農を含む全ての農民が一人でに社会主義へ成長転嫁すると主張した。彼らの提案した政策は、資本主義分子との闘争の放棄、成り行き任せを意味し、つまり資本主義復活への道を切り開いたのである。トロツキー主義者とブファリン主義者の思想的及び組織的壊滅なしに、過渡期の矛盾を社会主義に有利に解決することは不可能だった。したがって、共産党は労働者階級と農民との同盟を掘り崩したり、あるいはこの同盟から社会主義的内容を取り去ろうとしたりする一切の試みと妥協することなく戦った。この闘争の中で正しい政治方針が鍛えられ、経験によって点検された。そしてこの方針は他の共産党及び労働者党によっても取り上げられて武器となるかもしれない。熱波への移行に際してレーニンはこの政策の一般的意義を指摘した。レーニンは次のように書いている。今我々が差し当たって一時的に自力で解決しようとしている課題は純ロシア的な課題のように見えるが、実際にはこれはやがては全ての社会主義者に提起される課題である。労働者と農民との同盟に基礎を置く新社会は不可避である。遅かれ早かれ20年早くであれ20年遅くであれ、この新社会は到来するであろう。そして我々が我々の新経済政策を解決するために働くのは、この新社会のために労働者と農民との同盟の諸形態を作り上げる助けをしているのである。レーニンの予見は拡張された。熱波の経験は国際的意義を完全に保持している。人民民主主義諸国は自らの経済政策に社会主義経済建設のために市場と価値関係を利用するというレーニン的原則を広く適用した。資本主義の発展が高度の水準に達し、農民あるいは農場主が人口のわずかな部分を成している国では、過渡期にこれとは違った階級的勢力配置が生まれる。これらの国々では勤労農場主と並んで都市のショーブルジョア人、家内工業者、手工業者、商商人、その他並びに職員とインテリゲンチャが労働者階級の同盟者として大きな役割を演ずることができる。独占体の所有を国有化した後、直ちに強力な社会主義部分が生まれる。これらの国々では疑いもなく都市と農村の小ブルジョア人を社会主義建設の路線に引き入れるのに一層有利な条件が出来上がるであろう。これらの国々では独占ブルジョア人に対する勝利の後、誰が誰をの問題はそれほど鋭く提起されないこともあり得る。なぜなら経済的に社会主義部分は最初から国民経済の全ての非社会主義分子よりはるかに強大だからである。
農民の生産協同組合化、貧農及び中農に対するプロレタリア国家の政策は彼らの経営を発展させる上での援助方策に尽きるものではない。小規模個人経営から大規模な農業へ徐々に移行するように基本的農民大衆を援助する必要が遅かれ早かれ生ずる。これはそれによって農業労働の生産性を急速に引き上げ、機械を装備し、科学の達成に参与し、全ての農民の生活を満ち足りた文化的なものにするためである。全く同様に富農に対するプロレタリアートの独裁の政策は遅かれ早かれ制限的方策からこの搾取階級をも一掃することを目指す方策に移行しなければならない。資本家と地主の抑圧が打倒された後でも猫の額ほどの自分の土地で経営を営むことは農民に対して自分たちの生活と労働の条件を改善するためのごく限定された可能性しか与えない。小規模経営では欠乏から抜け出せず豊かな生活に移ることができないことを農民自らが確信する。社会主義国家からの援助がどのようなものであるにせよ、小商品経済制度は拡大再生産を確保することができない。このことはソ連邦の例について見ることができる。1928年にソ連邦の工業は戦前水準を 32% 突破し、着実に発展速度を高め続けていたが、穀物生産は戦前水準に近づいただけで、しかも農業生産の商品化率は戦前に比べて2分の1に低下さえした。つまり農民自身にとっても国の経済全体にとっても出口はただ一つ、すなわちバラバラの遅れた農民経営を大規模な機械化経営に変えることしかなかった。資本主義の条件の下では農業における大規模生産は小生産者を犠牲にして成長する。その組織者として立ち現れるのはブルジョア化した地主や大資本家、富農、商人である。大規模農業生産を作り出すこのような資本主義的方法がプロレタリア民主主義の条件の下で受け入れられないことは当たり前である。農業に巨大な生産を確立する社会主義的な道は自由意志による農民の共同組合化である。マルクス主義の創始者たちはこの道をはっきりと見ていた。エンゲルスは次のように書いている。我々が国家権力を握った場合、大地主の暴力的収奪はやらなければならないであろうが、小農もそうすることは考えることさえできない。保障しようがしまいが同じことである。小農に対する我々の任務は何よりもまず力づくではなしに実例によって、またそのための社会的援助を提供することによって小農の私的経営と私的所有を共同組合的な経営と所有に移し替えることである。農業共同組合のさまざまな形態は資本主義諸国にも存在する。デンマーク、オランダ、フィンランドで農産物の共同組合商業がかなり重要な役割を果たしている。しかしこのような共同組合は、たとえ勤労農民が独占資本の専用から自分を守るのをどの程度か助けることができるにしても、農村における生産関係を変えはしない。資本主義の下での共同組合は、個人農と資本主義経営に主として販売と供給の面で奉仕する。その面では極めてしばしば資本主義分子が支配している。こうした条件の下で、資本主義の下での共同組合は、集団的、資本主義的経営としてとどまっている。土地、工業、銀行が全人民の財産となっている場合には、農業の共同組合化は全くこれと異なる方向と社会的意義を持つようになる。生産手段が社会的所有となっており、プロレタリアートがブルジョワジーに対して階級として勝利を得ているという事情の下での、開花した共同組合員たちの制度、それが社会主義の制度である。レーニン。共同組合は農民にとって最も近づきやすく分かりやすい、また有利な、彼らの経営の同質的結合形態である。レーニンは有名な共同組合計画を提起するにあたってこのことから出発した。この計画はロシアの条件に応じて作成されたものではあるが、しかし何百万の農民大衆を社会主義の道に移すプログラムとして全般的意義を持っている。レーニンは最も単純な共同組合形態をまず最初に農民の生産物の販売と農村への商品の供給の分野での共同組合を組織し、また農業信用を組織することから始めることを提案した。これらの最も単純な共同組合形態でももう農民を社会的同質的経営形態に慣れさせ、集団的な販売及び供給が有利なことだけでなく集団的生産が有利であることに対して彼らの目を開く。レーニンの考えによれば、農民は実際に共同経営の利点を確信しなければならない。その後で初めて農民生産を共同組合化することに、
すなわち初めは最も単純な土地共同工作組合を、次いで農業共同組合のより高い形態を組織することに徐々に移ることができる。この自然の秩序を破ろうとする試み、主要な点だが、完全な自由意志によって共同組合を作るという例人的原則を破ろうというどんな試みも、事業に極めて大きな害を与え、農民の眼前でこの事業の信用を傷つけるであろう。だからといって農村の生産協同組合化が一人手にできるということにはならない。そうではなく、そのためには党と国家の絶えたる全面的な支援、金融上、科学技術的、組織上の支援、特に集団経営を組織するにあたって農民を援助することのできる力を持った幹部による支援が必要である。勤労農民に対する政治的援助もまた必要である。なぜなら彼らが集団化の道に移るには階級闘争が伴うのが普通であり、その闘争は時として極めて激しいものになるからである。問題は農村が共同組合化する過程で最後の搾取者階級、富農の運命が決定されるという点にある。共同組合化農業が富農、投機者を着々と市場から駆逐して農産物の基本的供給者となることによって、富農の経済的地位を掘り崩される。基本的農民大衆が確固として、また決然と社会主義の道に立ち上がる瞬間に、富農の政治的地位は崩れ去る。階級としての富農を一掃するための前提が作り出される。言うまでもなく、問題はこの階級の代表者を物理的に取り除くことではなくて、農村ブルジョージーが貧農や孤農を搾取することができるような社会的経済的条件をなくすることである。かつて富農であった者の個人的運命については、それは生じつつある社会的変化を彼らが受け入れるかどうかにかかっている。ソ連邦では富農は集団化に激しく反抗し、コルホーズ反対の扇動を行い、コルホール反対のためにしばしば武器を取ったので、農民大衆とプロレタリア権力は富農を押しつぶす措置を取らなければならなかった。他の条件の下では、この階級の代表者たちが良識を示し、自分たちの労働によって暮らしていく気のあることを示すなら、こうした厳しい措置は必要ではない。この場合、彼らの前には社会主義社会の同種の勤労者に成り代わっていく見通しが開かれる。中華人民共和国、チェコスロバキア及びドイツ民主共和国では、最近の集団共同化の段階で富農を次第に共同組合に受け入れて、彼らを政治的労働的に再教育することを始めた。農村を立て直すのに成功するための最も重要な条件は、機械・鉱物肥料及び技術幹部によって共同組合化農民経営に援助を与えることができる社会主義大工業が国内で発展することである。社会主義的工業化は、農業を技術的に最もうまく、また効果的に装備し仕返ることを可能にする。ソ連邦ではコルホーズが組織された後、それが経済的に弱体であった間は、国家が農業機械化に関する配慮を引き受けた。専門のセンター、機械・トラクター・ステーションMTS が設けられ、国家は機械取扱い要員を要請した。その後コルホーズが強化すると、 MTS の機械はコルホーズに売り渡され、 MTS は修理技術ステーション LTS に組織化された。ソ連邦と人民民主主義諸国の経験は、農民経営の生産協同組合化、集団化が農村の社会主義的改造の客観的に必要な道であることを証明した。これは農民生活の経済関係、そのあらゆる経済制度における大革命を意味する。それと同時に、実践は生産協同組合化の具体的形態は様々であり得ることを実証している。ソ連邦では農業アルテリーが急速に集団経営の基本的形態となったが、それとは異なって人民民主主義諸国では、大部分の農民経営の生産協同組合化は一連の中間的段階を終えて行われた。ここには生産手段の社会化の程度を異にする程度な方の協同組合、それにもさまざまな等級があると高度な方の協同組合が設けられた。程度な方の協同組合では、所得の分配は労働に応じてだけでなく、出資分、土地と農具に応じても行われる。基本的農民大衆が初歩的な同質的相互援助の形態から高度な方の生産協同組合へ徐々に高まっていった。これによって農民には経営の集団的運営の利点をはっきりと確信する時間と可能性が与えられた。中国に次いで朝鮮民主主義人民共和国が農村における社会主義的改造を完了した。
ヨーロッパの人民民主主義諸国の中で農業の社会主義的改造が完了した最初の国はブルガリアである。引き続き農業の生産協同組合化は大多数の人民民主主義国で完成された。それぞれの社会主義国で農業協同組合の形態は独特であるにもかかわらず、それらには共通点もある。すなわちそれらは社会主義型の経営として特徴づけるものがある。ソ連邦の農業アルテリ、ブルガリアの勤労協同組合農業経営テカゼ派、その他の国々の農業生産協同組合は農民の個人的利益と社会的利益との結合の上に立っており、昨日までの個人農を自覚した集団化主義者に育て上げることを促進している。普通協同組合化にあたっては基本的生産手段、協同組合経営の運営に必要な農業機械、器具、薬畜、種子、経営用建物と協同組合員の労働とだけが共同のものとなる。一連の人民民主主義諸国では土地でさえたとえ一船の地辺にまとめられはするが、協同組合に加入する農民の私的所有にとどまっている。残るすべてのもの、住宅、家畜の一部、家畜、家禽、小農具は社会化されずに協同組合員の個人的所有にとどまっている。協同組合員は自分たちの基本的所得を共同経営から受け取るが、副次的な個人的経営はなお家計の中である程度の役割を果たしている。協同組合の中での労働は社会主義原則、各人からは能力に応じて、各人には労働に応じてに従って組織され支払われる。経験が示したように、大衆的協同組合化の実施及びそれに続く協同組合生活の組織にあたって、各国共産党はしばしば左翼的跳ね上がりの危険に突き当たる。つまりどのくらい農民自身の準備ができているかを考慮せずに、人々をまだ納得させる必要があるところで性急さを示しながら、この課題を解決しようとする試みに突き当たる。左翼的な誤りの根源は理論に偏って実際の経済条件から離れることであり、入念な考え抜いた組織経済活動なしに行政的措置によって複雑な経済問題を解決しようとする思考である。このような危険な方法や例人的な自由意志原則を忘れることに対して、各国共産党は農民経営の大衆協同組合化が行われる初期の段階だけでなく、その後においても戦わなければならない。大きな危険は右翼的変更、生産協同組合化の事業を不確定の将来に引き延ばしたり、不能の利益や遅れた農民層の保守的気質と不活発さに迎合しながら、この事業を緩慢な亀の子の歩みで実施するといった傾向である。右翼的変更は客観的には不能の資本主義的思考を反映しており、したがって社会主義建設の利益に対する最大の脅威である。農民経営の生産協同組合化の成功は右翼的変更とも左翼的変更とも断固として戦うことなしには考えられない。言うまでもなく、これまでに蓄えられた農業の社会主義的改造の経験は将来生ずる全ての問題に回答を与えることはできない。社会主義の道に入るどの国も協同組合化の形態と方法に多くの新しいものを持ち込むことは疑いない。このことは特に機械化された農場と資本主義的大農業企業を持つ高度に発展した資本主義諸国に期待することができる。しかし個々の国々の特殊性がどのようなものであるにせよ、どの国でも例人的協同組合計画の諸原則は過渡期の経済における多くの経済制度のある状態を克服することを保障する労働者階級の対農民政策の信頼できる試練済みの土台として役立つ。工業からの資本主義分子の排除、市場的関連と商業が活発になると都市においても資本主義分子が活発になるのが普通である。すでに指摘したようにソ連邦ではプロレタリア国家自らがその経済政策ネップによって定められる枠の中でいくつかの分野でのブルジョワジーの経済活動を一時的に許した。さまざまな階級及び住民層の民主主義的ブロックが権力についた国では民族ブルジョワジーが多少とも大きな経済的基盤を保持している。はじめのうちブルジョワジーのこの地位を強まれさえしうる。ブルジョワジーに対するプロレタリア国家のその後の政策は彼らがどのように振る舞うかに大いにかかっている。ブルジョワジーが新しい制度を忠実に支持し進んで経済建設に加わろうとするのが一つの場合である。この場合ブルジョワジーは国家の支持を、すなわちある程度の特典や信用や販売の保証などを得ることを当てにできる。資本主義分子が
新労者権力に対して積極的に反対行動に出、経済的サボタージュを行い、社会主義企業の邪魔立てをしたり、これから原料や労働力や買い手を横取りしたり、社会主義企業を犠牲にして儲けたりするために買収や詐欺の手段を用いると話は別である。この場合ブルジョワジー自身が国家から弾圧的措置を招き、その全ての反社会主義的意図に断固たる反撃を被ることになる。しかしどんな条件の下でもプロレタリア国家は資本主義分子の成長を制限する政策を行う。資本家は彼らを革命及び社会主義的改造にとって危険な経済的政治的勢力にさせないような厳格に規定された枠の中に置かれる。そのためには租税による制限やその他一人の支柱に極度に富が集積しないための措置が取られる。生産規模、原料購入、価格、労働力、雇用条件、その他が規制される。これらの措置の体系全体が同時に若い社会主義部分を私経営的資本主義の競争と破壊的影響から守る。その他労働者国家は私経営的資本主義を制限しながら資本家の企業に雇われて働いている勤労者の利益を擁護することを考慮する。プロレタリアートの独裁は何よりもまず公然とした経営競争において私的資本に打ち勝つことを目的としている。プロレタリア国家はこのような競争を恐れない。その支柱には強力な工業があり、経済の中枢がある。高度に組織され、集積された社会主義的大規模生産の利点は、遅かれ早かれこの生産に国民経済の全ての部面で私的資本に対する経済的勝利をもたらす。私的資本の活動の場は狭まり、経済的幸福以外に彼らの出口はなくなる。普通この時期に私的資本工業で広範な社会主義的改造を実施するための有利な情勢が生まれてくる。これらの改造は様々な方法で実現できる。実践が示したように一連のこのような方法の中で重要な地位を占めているのは国家資本主義の様々な形態である。この経済形態を社会主義建設のために利用する可能性を初めて指摘したのはレーニンである。レーニンはその一連の労作、ソビエト権力の当面の任務に関する報告、食料税についてその他の中でプロレタリアートの独裁の下で国家資本主義を利用する可能性を理論的に基礎づけ、その役割を私的資本から社会主義への移行の特別な段階として示した。プロレタリアートの独裁の条件の下での国家資本主義を発展したブルジョワ諸国での国家資本主義と混同してはならない。それらの国の国家資本主義は国家の財政資源を利用して私営会社の資本蓄積を促進する手段、大資本家及び巨大資本家の利益のために国家が経済を規制する方法、資本の利益のために労働と資本との階級闘争に国家が干渉する形態である。プロレタリアートの独裁の下での国家資本主義は勤労者の利益のために勤労者の国家の統制下に置かれた資本主義であり、社会主義建設のために私的資本を利用する形態、資本の搾取的傾向を制限する形態、資本主義的経済制度を社会主義的経済制度に改造する手段である。レーニンの教えに従い過渡期のソビエト国家はロシアと外国の資本を国の経済的復興という課題解決に引き入れる政策を取った。いくつかの企業と鉱山は利権として外国資本家に任されるか他の私人に貸借された。こうして国家資本主義的経済制度が生まれた。しかしそれはソビエト権力の早期滅亡を予想していたブルジョワジーがプロレタリア国家と協力しようとしなかったため、ソ連邦では広く発展しなかった。1923年から24年に国民経済総生産高の中での国家資本主義部分の比率は やっと 1% であった。その後諸々の社会主義革命の経験によって過渡期の経済的方策の体系の中で国家資本主義が占める地位と役割に関する問題は新たな解明を与えられた。レーニンの思想は中華人民共和国で実践に適用され、ここでは私的資本主義工業を社会主義工業に改造するために国家資本主義が広範に利用された。同じような経験はドイツ民主共和国にもあり、ここでは公私合営企業が設けられた。高度に発展した資本主義諸国ではこの点でさらに大きな見通しが開かれている。これらの国では労働者階級を先頭するとする人民権力が打ち立てられた後、国家資本主義企業はブルジョワジーのうち進んで社会主義的改造を受け入れる部分と国家との経済協力の重要な形態となることができる。国有化された独占体と以前これらの独占体の勢力圏内に入っていた資本主義小企業とを元にして作り出される合営企業は国家資本主義の特別の形態を形成することができる。真面目に国家と協力する企業家はしばしば公私合営の企業及び合同の設立によって得をすることさえある。彼らは確実な市場を手に入れ、
もっと強い競争相手に圧迫される危険や強行に対する恐怖からも解放される。その後の見通しについては、経験が示しているように、プロレタリア国家は誠実な資本家が勤労生活に移るのをできるだけ容易な、また苦しみのないものにすることができる。このような意向は、物質的な意味では収容された商人に対する買取金としてある程度の期間の間、一定額が資本家に支払われることによって、また道徳的な意味では、国家が彼らの熟練能力と知識を利用し、プロレタリア民主主義の枠内で彼らに企業での総合の職務と政治的権利を与えることによって容易になる。3、社会主義的工業化。社会主義的生産様式や他のあらゆる生産様式と同様に、自らの物質的、技術的基礎を、すなわち生産力の一定の発展水準を持っている。レーニンは次のように述べた。社会主義のただ一つの物質的基礎となることができるのは、農業をも改造する能力を持つ機械製大工業だけである。社会主義のための物質的前提は、何らかの程度すでに資本主義の内部で作り出される。しかしだからといって、革命後労働者権力の前にこの分野で新しい課題が提起されないということにはならない。第一に発展した資本主義諸国にあってさえ、機械製大規模生産と並んで、小企業あるいは手工業者や家内工業者などの幼稚な技術と手労働さえかなりの地位を占めているような部分が至る所に存在している。第二に、生産力があまりに発展していない国や発展した工業と並んで、幾百万の小生産者が働く遅れた農業が存在している国も社会主義の道に立ちうる。このため、労働者権力が資本主義からの遺産として十分に発達した物質的技術的基礎を受け取らない場合、この権力が何をなすべきかの問題が特に緊急なものとなる。右翼社会主義者は、発展した国家独占資本主義に特徴的な最高水準にまで国民経済全体が達しないうちは、権力奪取の問題を提起しないようにとも呼びかけている。彼らの見解によれば、そうした状態に達しないことには、労働者階級は社会主義の建設官僚を無双することもできないのである。10月社会主義革命が遂行されたとき、社会民主主義の指導者たちは、すでに述べたように、ロシアが生産力と文化の十分に高い発展水準に達しておらず、経済指導のための熟達した幹部を持っていないことを論拠にして、この革命を不法なものと言明した。しかし、ロシアの労働者階級は、これらのへりくつやを問題にしなかった。彼らはまず初めに権力を勝ち取り、その後で経済的及び文化的更新性をなくし、自分たちの経済組織者幹部を養成することに断固として取り掛かった。まだ内戦が終わらないうちに、レーニンの直接の指導のもとに、ロシア電化国家計画、ゴエルロが早くも作成された。これは科学的に基礎づけられた最初の国民経済発展10-15カ年計画であった。この計画は、発電業、地金業、機械製作工業、化学工業、運輸業といった重工業の決定的諸部門を最新の技術的基礎の上に発展させることを予定していた。ゴエルロ計画に体現されたレーニンの思想は、その後社会主義的工業化政策の基礎に置かれ、この政策のおかげでソビエト国家は社会主義社会のために必要な物質的技術的基礎を作り出した。このように、経済的および技術的更新性は社会主義建設のための克服しがたい障害にはならなかった。しかしながら、労働者階級の前には壮大で困難な課題、社会主義の物質的技術的基礎を作り出し、工業のすべての部門、何よりもまず生産手段生産を発展させるという課題が提起された。社会主義の道に入ったすべての国、しかし特にその中でも十分に発展した工業的基礎をかつて持たなかった国は、この課題に立ち向かわなければならない。還元すれば、それらの国々は社会主義的工業化の必要に直面するのである。社会主義的工業化とは、進んだ機械技術に基づいて国民経済全体を改造するための鍵を与え、社会主義の勝利を保障し、資本主義世界に対する技術的経済的独立とその国の防衛力とを強化するように、大工業、まず第一に重工業を発展させることである。現代的工業を作り出すためには、莫大な物質的支出と財政的支出を必要とする。資本主義諸国では、工業化のための資金は植民地の略奪や戦争賠償金や外国からの借款によって得られた。このうち最初の2つの源泉は、社会主義諸国にとっては原則的に取り得ない。外国からの借款については、資本主義国家は借款による援助を使って政治的圧迫を加えることを当て込まない限り、
社会主義を建設している国々への借款を拒否する。ともかくも従来はそうであった。それどころか資本主義国家は社会主義建設を失敗させようとして、工業化に助けとなりうる貿易及び文化技術交流の正常な発展、特に設備の購入や技術提供その他に絶えずありとあらゆる妨害を加える。社会主義的工業化のための資金の源泉となるのは労働者、農民、インテリゲンチャの労働によって作り出される国内の資源だけである。当然のことながらこのためには特に社会主義的工業化の初期の段階にはある程度の犠牲を必要とし、困難や欠乏が生ずることもある。ソ連邦においてはまさにそうであった。初めて社会主義建設に取り掛かったソ連邦の勤労者は全てのものを節約し、多くのものをなしで済まさなければならなかったのである。それとともに資本家と地主の階級が一掃された後には、工業に資金を供与する新しい源泉もまた現れる。国民所得のうち以前には、搾取者階級の規制的消費に充てられていた部分は、社会主義的蓄積に振り向けられる。ロシア、中国、その他社会主義の道に立った一連の国々では、以前には莫大な金額が外国の資本家に支払われていた。社会主義革命はこの借金奴隷の状態をもなくする。農民は低等債務と土地小作料支払いから解放される。このため工業の発展のために農村から資金を引き出す可能性が大きくなる。国営企業、農外商業、銀行の所得もまた工業化のために利用される。ソビエト権力は国内の全資源を動員することによってどんな資本主義国も知らなかったような速度で工業化を行うことができた。第1次5カ年計画、1929年から32年では1500以上、第2次5カ年計画、1933年から37年では4500の新しい工場が創業を始めた。この間に工業生産高は 4.5 倍に増大した。わずか10年間に工業がこれほど発展したことは世界経済発展史上全く例のない躍進ぶりである。工業がこれだけ発展するためにアメリカはほぼ40年、だいたい1890年から1929年までを必要とした。ソ連邦、世界で最初の社会主義国家にとって工業の発展速度は生きるか死ぬかの問題であった。ソ連邦が1941年より前に強力な工業的基盤を作り出すことに成功したからこそ、ソビエト国民はファシストドイツを壊滅させることができたのである。たかだか13年から15年の間にソ連邦は農業国から工業国に変わり、世界で一流の工業国となった。これは共産党の指導のもとに行われたソビエト人民の偉大な歴史的功績であった。高速度の可能性とは新しい社会主義制度の優れていることの明白な証拠であった。このような速度は人民民主主義諸国も示した。これらの国はこれとは別のもっと有利な条件の下で社会主義の物質的技術的基盤を作り出している。自力だけに頼らなければならなかったソ連邦とは異なり、これらの国々では全ての社会主義陣営諸国の広範な相互援助に依拠している。工業的に発展した社会主義諸国はあまりに発展していない国々で進んだ工業を作り出すことを援助している。人民民主主義諸国には大きな援助、信用、借款、技術文書、設備や原料の供与によるを与えているのはソ連邦である。世界社会主義体制の存在する現在、この体制に加わった諸国各国はソ連が選んでもならなかったように工業のあらゆる部門をどうしても作らねばならないということはもはやなくなった。社会主義世界体制が存在している現在では、これに入っている各々の国はかつてソ連邦がやらなければならなかったように、ぜひとも全ての工業部門を自国に作り出す必要がもはやない。社会主義陣営内部での国際分業は生産の専門化と共同化を広く適用することを可能にしている。個々の社会主義諸国は何よりもまずその国が最も有利な経済的な並びに自然的条件を持ち、またその国の民族的伝統と生産上の経験により、よりよくかなった部門を発展させることができる。このように社会主義の物質的技術的基礎を作り出す過程で、それぞれの国において解決されなければならない任務は同一ではない。それは農業国では何よりもまず工業を急速に発展させることであり、すでに資本主義の下で高度の工業水準に達していた国では、主として工業の構造を基本的に改造し、新しい経済的結びつきを組織し、過去から受け継いだ不釣り合いを克服することである。4. 過渡期の総括。過渡期におけるプロレタリア国家の経済政策全体は、社会主義的要素と資本主義的要素との闘争、
資本主義的要素の制限と駆逐、国民経済の全部面における社会主義的形態の完全な勝利を目指している。この闘争は主に経済的方法及び手段によって行われるが、それは多くの経済制度のある状態の克服、ブルジョアジー及び階級としての不能の一掃によって完了する。過渡期の主要な結果は社会主義的生産様式の勝利である。社会主義的経済制度は既に過渡期の初期にそうであったような主導的経済制度から優勢な経済制度に変わり、最後には前一的に支配的な経済制度に変わる。小商品経済制度は農民経営並びに金工業者、手工業者の共同組合化によって社会主義的経済制度に改造される。資本主義的経済制度は経済における資本主義的要素の制限と駆逐、あるいはそれの改造の結果完全に消滅する。こうして過渡期の基本的矛盾、生まれたばかりの発展しつつある若い社会主義的経済制度と打倒されはしたが、まだ徹底的に一掃されてしまわない資本主義との間の矛盾は解決される。過渡期が何をもたらしうるかは、歴史上初めて社会主義社会の建設を完了したソ連邦の例がはっきり示している。ソ連邦では経済の社会主義的改造の過程は30年代半ばに基本的に終了した。1937年までには国の生産フォンドの 98.7% が社会的所有になった。すなわち社会主義国家あるいはコルホーズ、共同組合に属していた。その時に社会主義企業は工業総生産高の 98.8% を生産した。社会主義部分の比重は農業総生産高で 98.5%、小売取引高で 100% に高まった。これは全体としての国民経済が単一の社会主義的基礎の上に発展するようになったことを意味した。ソビエト社会の階級構成は根本的に変化した。すでに1928年に資本主義分子の比重は 4.6% に低下し、1937年にこの階級グループは完全に消滅した。マルクスとエンゲルスがその不可避なことを科学的に予言した社会主義、レーニンがその建設計画を立てた社会主義はソ連邦で現実となった。人民民主主義諸国でも社会主義の建設は完了しつつある。そのうち大多数の国では経済の多数制度は失踪され、農業の共同化が導入され、社会の階級構成が変わり、労働同盟は強化され、人間による人間の搾取の経済的基礎は失踪された。今日ではソ連邦だけではなく、すべての社会主義国において、資本主義復活の可能性を与えうるような社会経済的条件は失踪された。ソ連邦の経験だけではなく、人民民主主義諸国の経験もまた、社会主義はプロレタリア革命の前にも後にも自然発生的に独り立ちに生まれることはできないというマルクス・レーニン主義の命題を完全に確証した。社会主義は国家に組織され、革命的マルクス・レーニン主義政党によって指導される。労働者、農民、その他の勤労者の手によって建設されなければならないし、また建設されている。このことを認めるかどうか、つまり社会主義を積極的に建設することの客観的必然性を認めるかどうかによって、まさに共産主義者は社会民主主義者やあらゆる傾向の改良主義者や修正主義者と区別されるのである。これらの社会民主主義者やその他の人々は資本主義の社会主義への自然発生的成長転化を頼りにし、プロレタリアートの独裁の国家機関及び社会機関の組織的及び指導的役割を否定しているのである。例えばユーゴスラビア共産主義者同盟の一部の活動家が過渡期の基本的矛盾とみなしているのは、成長しつつある社会主義と資本主義の残存物との間の闘争ではなく、国家による中央集権的管理と地方や企業の必要との間の矛盾である。彼らは頭でひねり出したこの矛盾からの出口を、早くも過渡期において国家の死滅を急速に進めることに見ている。ところが労働者階級は、自らの国家権力をもっと偉大な経済力として利用できるようになる場合にのみ、自らの巨大な組織的、創造的任務に立ち向かうことができるのである。レーニンは労働者と農民の国家の方には特別の経済的役割がかかっていると述べた。あれこれの国で社会主義国家がどんな形態を取るにせよ、社会主義国家は経済的改造を積極的に実行し、国民経済を管理し、これを計画化し、社会主義の利益になるように拡大再生産の全過程に働きかけなければならない。帝国主義陣営が保持されているという条件の下では、社会主義国家の役割は特に重要である。資本主義から社会主義への過渡期の長さはそれぞれの国によって同一ではありえない。多くは国内的および国際的条件にかかっている。
社会全体としても個々の勤労者としても社会主義的改造ができるだけ早く行われることに関心を持っていることは明らかである。したがって党と国家の最も重要な任務は社会主義への移行を早めることのできる全ての予備力を明らかにし利用することである。しかしだからといってこの場合必要な段階を飛び越えことを急いで良いというわけではない。広範な大衆の利益に関するどんな大事業の場合とも同じく社会主義建設にあたっては根拠なくことを急ぐことは有害である。レーニンは次のように書いている。コンミューン、すなわち労働者農民代表ソビエトは経済的現実のうちでも人民の圧倒的多数の意識のうちでも完全に成熟しきっていないような改革はどんなものであろうと導入するものではないし導入するつもりもないしまた導入してもならない。マルクス・レーニン主義政党はその組織活動及び説得活動においてこのレーニンの指示に従っている